今フリーザと出くわせば俺は終わりだ。慎重に動かねばいかんな。ザコどもだ。ビジーター。よう、ずいぶん久しぶりだな、ドドリアさんよ。貴様が単独になるのを待っていたんだ。フリーザさえいなければなんとかなりそうだからな。ずいぶん生意気言ってくれるじゃねえか。おとなしくそのスカウターを俺に渡して消えるんだな。そうすりゃこの場だけは見逃してやるぜ。そうか、ナメック星人の村を襲っていた貴様らの音声が途中で途絶えたからもしやと思ったが、やはり貴様らスカウターをすべてなくしたようだな。こりゃいい。これで俺が近づいても分かりはしない。こいつが欲しかろう。渡す気になったか。なんで壊しやがった。そいつがなければお前もナメック星人たちの居場所もわからんぞ。俺が言った地球という星のやつらはスカウターなんぞなくても相手の強さや居場所が分かっていた。地球にいた俺と同じサイヤ人もその特技を持っていやがった。だったら俺にだってできるはずだろう。わかったぞ。俺が追ってきたチビどもは地球人だな。貴様、地球人と手を組みやがったのか。地球人だと？地球人がこんなところまで来るわけなかろう。何を寝ぼけてやがる。そんなことより、なんでさっさとかかってこないんだ？わかっているぞ。貴様は俺が以前よりはるかに強くなったことを知り、恐れているんだ。スカウターで見たんだろう、俺の戦闘力を。あんな数値は間違いだ。スカウターの誇張だ。何を怯えている。さっさとかかってこい。俺を見くびるなよ。何ギャリック砲。俺たちサイヤ人は戦うたびに強くなる。相手が強ければ強いほど俺も強さを増していく。地球で死にかけた俺ははるかにパワーアップした。それが戦闘民族サイヤ人だ。貴様の自慢のパワーも死んで働き者にでも生まれ変わりやがれ。
待て、ベジータ。俺を、このまま見逃してくれれば、ある秘密を教えてやる。お前たちサイヤ人の星、惑星ベジータのことだ。何？さっさと言え。お前たち、サイヤ人の惑星ベジータは、巨大な隕石がぶつかって消失したのではない。サイヤ人の中のほんの一部には、お前のように飛び抜けた戦士が生まれ、増え始めた。力を持ち始めれば、いつまでも従順に命令を聞くような民族ではないだけに。フリーザ様は、あの時点で、手を打っておく必要があるとお考えになった。そして、フリーザ様自らが、惑星ベジータを、サイヤ人もろとも消し去ったのだ。だが、ベジータ、フリーザ様に感謝しろよ。お前の天才的な腕は使えそうだったので、わざわざお前が星にいない時を狙われたのだ。さすがにショックが大きかったようだな。勘違いするな、ドドリア。俺には、星や仲間や親たちのことなどどうでもいい。ただ、そうとは知らず、ガキの頃から貴様たちにいいように使われていた。自分にムカッパラが立っただけだ。うわー、フリーザちゃら。フリーザはサイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。スカウターから聞こえたフリーザたちの通信によれば、ドラゴンボールというやつは7つ集めんと効果がないらしい。とりあえず残り2つ、いや1つだけでもドラゴンボールを手に入れておくのが先決だ。そいつさえ俺が隠してしまえば、フリーザたちは7個すべてを揃えることができなくなる。そしてフリーザたちの隙をついて、奴らの持っている5個をいただくんだ。ふう、やっと戻ってこれた。何のんびりしてたのよ、あんたたち。のんびりだって。ん？何？その小型のピッコロみたいな子は、ひょっとしてナメック星人っていうやつ？はい、デンデと言います。ふーん、何かいろいろあったみたいね。そうだ、さっき父さんから嬉しい連絡が入ったのよ。え、なんすか？孫君がここに向かって飛び立ったの。到着はなんとたったの6日後。しかもすっごい修行をしながらって話よ。お父さんが？やったー！キャッホー！悟空のナメック星到着まであと6日。悟空よ、聞こえるか、悟空。あれ、ん？お前一体そこは、もしかして宇宙か？そうか、ナメック星じゃな。ドラゴンボールが見つかるといいの。なんだよ、何にも知らなかったのか。ナメック星じゃとんでもねえことが起こってんだぞ。とんでもないこと？
まあその話は後で聞くとして、実はな、ここに客が来よったんじゃよ。お前もよく知っておる4人がな。まさか。みんなお前が下よりも厳しい修行を望んでおるぞ。よう、聞こえるか悟空。あの世で死んだ神様に会ってさ、ここのことを教えてもらったってわけだ。4人って言ったな。イヤムチャと天津飯、ひょっとしてピッコロもいるんか。てめえだけ強くなっていくのは、この俺様のプライドが許さないからだ。あと一人はなんとチャオズさ。神様が特別に体を再生してくださったらしい。みんなをここで修行させるためにな。すげえ、よかったな。ほらも今ナメクセに向かってんだけど、100倍の重力を出せるように宇宙船を改造してもらって修行を始めてんだ。あと5日間でうんと強くなんねえとえれえことになっちまうからな。そういえばさっきも言っておったな。話してみろ。何？悟空でさえ手に負えなかったベジータを上回る奴がいるっていうのか。まさかそいつはフリーザでは。さあそいつは聞いてねえけど、カイオ様は知ってんか。悟空よ、もしそうなら絶対そいつには手を出すんじゃないぞ。奴の怒りを買えばとんでもないことが起こる。お前のためだけに言っておるのではないぞ。地球やナメック星、その他の星のみんなのために言っておるのだ。そんなにすげえやつなんか。ちょっと見てみてえな。絶対に近寄るんじゃないぞ。わかったか。長老ってやつはいるか。この俺がドラゴンボールをもらいに来てやった。ベジータの暗躍、ドラゴンボール争奪戦。クリリンさん、これは木が次々と減っていく。え、またナメック星人が殺されている。殺しているのは俺たちがよく知っている木だ。ベジータ。ベジータとあのフリーザって野郎のどっちが永遠の命を手に入れてもこの世はおしまいだ。一つのドラゴンボールを私たちが見つけて隠してしまえば、あいつらは絶対に揃えられないんだけど。そんなことをしたら、あいつら全てのナメック星人を殺すまで探し続ける。そんな、あなたたちのことを教えてください。どこから来たのか、なぜドラゴンボールのことを知っているのか、星のみんなを助けてください。俺たちは そういうことだったんですか。やっとあなたたちの謎が解けました。僕についてきてください。最長老のところへ案内します。え、最長老？どうしてその最長老のところへ行くんだ。僕たちの村を襲った奴たちはドラゴンボールをすでに4つ持っていた。それからあなたたち、今あっちの方向で人がたくさん殺されているって言ったでしょ。ああ、多分ベジータってやつに。もう一つも木が残ってない、全滅させられたんだ。だ
だとしたら、この星にはもうほとんどナメック星人は残っていない。そうか、ベジータの襲った村のドラゴンボールも見つけられたとしたら、残りはたった1個。ひょっとしてその1個を持っているのが最長老さんか。はい、いかん、ベジータが最長老のところに行き着いたら7個目のドラゴンボールも奪われてしまう。早く最長老に知らせてあげないと。俺がついていく。ご飯とブルマさんはここで待っててくれ。たくさんで行っても意味がない。わかりました。気をつけて。こいつがドラゴンボールに間違いあるまい。さてと、こいつを。ここに沈めておけば、誰にもこのドラゴンボールは見つけられ、フリーザたちの持っているドラゴンボールは5個。残る1個を探すか。このパワーはザーボンだ、間違いない。待っていたんだ、単独で動き出すのをな。やつも仕留めてやる、ドドリアのようにな。近いぞ。今の俺ならザーボンなど敵じゃない。この調子でフリーザの腰巾着どもを片付ければドラゴンボールを奪うチャンスは来る。ザコどもが。スカウターさえあれば手分けして村を探す必要などなかったものを。よう、ずいぶん久しぶりだな、ザーボンさんよ。ドドリアは俺が片付けさせてもらったぜ。次はお前さんの番だ。何？貴様がドドリアを片付けただと？なかなか帰ってこないと思ったが、信じられんな。スカウターが亡くなってナメック星人の村をバラバラに探し回ってるようだな。すでに集めたドラゴンボールはフリーザのところに揃っているというわけか。貴様、フリーザなんかにくれてたまるか。すでに俺も一つ手に入れているんだ。残りも必ず俺がいただいてやる。何？俺のものになれば、フリーザに勝つチャンスが必ずやってくる。愚かな、永遠の命だけでフリーザ様に勝てると思うか。俺は多くの実戦でパワーを上げたんだ。貴様は分かっていない。フリーザ様の実力はそんな次元すらはるかに超越しておられる。しまった。おのれ、ギャリック砲。フリーザはサイヤ人を恐れていたそうだな。そのサイヤ人パワーを今見せつけてやる。うん、惚れやがって。悪魔しやがれ。
押した武器が止まって見えるぞ信じられん この程度で手も足も出んとはな驚いたな確かに素晴らしい進歩だだがそのせいで貴様は長年眠らせていた私の真の力を目覚めさせてしまった面白い冗談だならばその力見せてみやがれ言われなくても今見せてやる圧倒的にパワーを増すこの私の変身をとんだ誤算だったなせっかく貴様が腕を上げたのにまた逆転してしまったぞついでにもう一つ教えておいてやろうフリーザ様も変身型の宇宙人だと言っておられたな気絶したかまだ死んでもらっては困るぞ貴様には聞きたいことがあるの治療をしてやることになるとはな意識を取り戻したらドラゴンボールのことを吐かせてやるあれですあの家にあれかネイルさん無事だったんですねよく来たなデンデ最長老様は、おおよその成り行きを知っておいでだ。二人とも中へ。最長老様がお会いになる。でかい。ようこそ。あなたは地球人ですね。まず、我が子デンデを助けていただいた礼を言いたい。ありがとう。いえ。大したことはできませんでしたが。あの悪党たちのせいで、もうこの星の我が子たちはほとんど殺されてしまいました。ナメック星に住む者の知恵と力の証、ドラゴンボールが、まさかこのような災いを呼ぶとは。単刀直入に言いますが、そのドラゴンボールを俺に貸してもらえませんか?あいつらには絶対に渡しません。約束しますから。僕からもお願いします。この地球の人たちの願いが叶えば、地球にも再びドラゴンボールが蘇るのです。何?地球にもドラゴンボールが?ナメック星人がいる?いたのか?はい。その昔、この星の危機の時に、宇宙船に乗って地球に逃れてきたとか。カタッツの子だ。驚いた。まさかあの幼子が無事たどり着けていたとは。あの子は確かにドラゴンボールを作り出せる竜族の天才児だった。そうか。しかし、あの天才が死んだとは。寿命か?それとも殺されたのか?殺されました。ここに来ているベジータっていうサイヤ人に。地球のお方、ちょっとここに来ていただけるか。少しあなたの過去を探らせてくだされ。過去?なんと、過去に悪が入り込んで、
体が二つに分かれておったのか。愚かな。せっかくの生まれ持った天才的な力を半減させてしまいおって。元通り一つにさえなれば、死なずに済んだかもしれんのに。一つに?神様とピッコロが一つに戻れば、半減した力が戻る。よろしいでしょう。あなたたちの望みは純粋なものだし、これまでの勇気は大きく評価されるものです。このドラゴンボールはあなたたちに差し上げます。ですが、おそらく願いは叶わないでしょう。どうしてですか？残念ながら私の命はあと数日しか持たないでしょう。それまでにあの恐ろしい悪者からすでに集めた玉を奪えますか？おそらくとても無理でしょう。私が死んでしまえばドラゴンボールも消えてしまう。そうですか。いいです。やむを得ません。とりあえず俺はそのボールを預かって命がけで守ります。お願いします。ところで、あなたは地球人なのに飛び抜けた力をお持ちのようだ。しかももったいないことに、まだ眠っている力が終わりになる。その眠っている力を起こして差し上げましょう。まさか、そんな力なんて残ってませんよ。今でさえ、もう限界を超えてるくらいなんすよ。力が、うひゃー、力が吹き出してきた。すげー。あの、もう一人の仲間を連れてきてもいいですか？そいつ、きっととんでもない力を眠らせていると思うんです。連れてきなさい。強い正義は一人でも多い方がいい。すぐ連れてきますから。デンデ、待っててくれ。すぐにご飯を連れてここに戻ってくる。はい。お気をつけて。ドラゴンボール反応が動き出したわ。こっちにまっすぐ向かってくるわよ。これクリリン君なのかな。きっとそうですよ。じゃあこっちの一つは、こっちの5個がフリーザってのが多分持ってて、ほらここんとこ一つだけポツンと。はっ、ベジータが村を襲っているって言ってた、その方向ですよ。でも、ベジータはそこにはいませんよ。気が感じられませんから。わかった。あいつ、村は襲ったけど、ドラゴンボールは発見できなかったのよ。そのレーダー貸してください。僕、そのドラゴンボールを取りに行きます。よし、行くぞ。ね。あのさ、ありがとうございます。いいぞ、今のうちだ。近くに恐ろしい奴の気は全然感じない。